Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. Mystery of Nazca Lines How to Draw Lines in Nazca. Here in this video, it's my pleasure to show you how ancient it is to draw lines in Nazca. If not, what else other explanation can you make from the fact that unexplained lines are there in Nazca? My theory is very simple. First, you spread small gravels evenly on the ground and then draw lines blowing the gravels aside with high pressure air. このビデオの中で古代の ET たちがどのようにしてあのナスカの線を描いたかを説明します。でないというのならどうやって誰があの線を描いたかそれを合理的に説明できる人はいるでしょうかまず 第一に小石をまんべんなく巻きます。その上から高圧の空気を吹きかけ、小石を左右に飛ばしながら線を描きます。実験してみましょう。板の上に塩を巻き、ストローで息を吹きかけます。塩を左右に吹き飛ばします。こうして線を描きます。いかがですか簡単でしょですから、この方法で描いた線と、 ナスカに残っている線は形状が同じなのです。これと同じ方法で書かれたのがアメリカのブライス・インタグリオスです。そのことはこの続くビデオの中で説明します。こうしてストローで息を吹っかけながら線を書きます。一見ぼやぼやですけども、高いところから見ると直線になります。 もう一度説明します。まず、大地に小石、この場合は塩ですけども、まんべんなく巻きます。そして、ストローを使って、その上から吹きかけます。そして、小石を左右に分けながら線を描きます。穴を掘ったのではありません。また、穴を掘る必要はありません。また 穴を掘ったならですよ。その土が周りに散っているはずですね。で、ナスカの線を見てください。これがナスカの線です。右下が私が今塩で実験してみせた線です。線のコンセプトが同じであることに注意してください。 境目の境界がですね、ぼやぼやっとしてますね。で、右が私が実験で書いて、書いた線です。左がナスカのラインです。穴を掘ったのなら、下の土がですね、上へ出てくるはずですよね。そういった形跡は全くありません。もう一度やっていますから、ご覧ください。 こうして書かれた絵は、まあ今も、ナスカでご覧いただくとわかりますように、千年以上にもわたって残るというわけです。まあ、続くビデオの中でナスカラインの説明をします。Thank you very much and bye for n o w h e l l o this is Hiroshayashi. Hamama City, Japan. Nazca created by ETs. Here in this video clip, I would like to explain that Nazca lines were not created by humans but ETs who could fly in the air and see these lines from far above the ground. Trust yourself and you be the judge. This video is a ナスカに線を引きます。ナスカには宇宙飛行士と呼ばれる地上絵があります。黄色い線がギザから引いてきた線です。ギザから引いてきた線は、この宇宙飛行士を真っ二つに二つに分けます。正確に分けます。つまり、ナスカの宇宙飛行士は正確にギザのピラミッドの方を向いているということを示します。ご指針でご確認ください。次にナスカからアタカマへ移動します。 ナスカからアタカマまでは816キロです。直線距離にして816キロです。これがアタカマジャイアントと呼ばれる、まあ、地球上では最大の地上絵です。この黄色い線は同じくギザのピラミッドから引いてきた線です。同じようにアタカマジャイアントを黄色い線が2つに分けます。丘の上ですから線が途切れますけども、まあ、中深くご覧ください。すなわち、この アタカマジャイアントも正確にギザののピラミッドの方を向いているこ,とを示しますこのアタカマジャイアントの近くにですね、実は滑走路があります。ほとんど知られていません。この滑走路は私が最初に発見したと思われます。距離は254メートルです。この星のところです。 まあ他に、えー、それについて、まあ、述べた人を私は知りません。ここにありますね。丘の上ですから滑走路が歪んで見えます。またあの斜めにね、Google Earth は写真を撮っているようです。まあ、この長さが55メートルです。で、左がアタカマの、まあ、滑走路です。右が、えー、ナスカの滑走路です。まあ、コンセプトが同じである。作り方が同じである。線が同じである。形が同じであるとことに注意してください。そして次に、ティオティカ館のすぐそばの ポポカティ・ペティですね。最高峰です。ここからナスカに向かって線を引きます。ナスカにはグランドクロスと呼ばれている、まあ、特に長大なラインが2本あります。この、えー、グランドクロスの縦線とポポカティ・ペティの、えー、空のラインは寸部の狂いもなく重なります。すなわち、グランドクロスの縦線はポポカティ・ペティ、すなわちテューティーカンを指し示していることを示します。 まあそれだけ狂気和感が重要な拠点であったことを示しています。で、まあこのグランドクロスのですね縦線の根元の部分に視点を置いてみます。この線の長さは10キロ、幅は20メートルから40メートルあります。この線を棒一列にインカ人たちが並んで線を引いたという説明がなされていますけれども、本当にそうでしょうか まあ、地上で見ますと、線らしい線というふうには見えない、見えなんですね。同じく、これはポポカティ・ペティからアタカマへ引いた線です。同じように滑走路を横切ります。ということは、この滑走路はポポカティ・ペティの方向を示しているということを示します。こうした、まあ、いわゆる、偶然、偶然、偶然が重なるわけですけども、偶然と考えるから、わけがわからなくなるんですね。さらに、ナスカから、 6800キロ離れたブライス・インタグリオスに行ってみましょう。上がブライス・インタグリオス USA です。ここに奇妙な、まあ、像が出ますが、地上絵があります。この地上絵は道路標識です。それぞれのまあ角、関節のところが点となって、それぞれの重要拠点を示しています。そしてこの地上を見てください。作り方のコンセプトが同じです。第一に硬い部分を置き、そして細かいと言いますか、砂利。 黒い砂利を一面に敷き詰め、そして、まあ、空気圧のようなもので、ふーっと吹きかけて作ったのがこのラインです。掘ったのではありませんよ。そして、このあたかブライスインタグリストを見てください。これはナスカから引いてきた線です。まあ、関節のところと関節のところをつなぐとナスカの方向を正確に示します。向かって右側の腕のラインがナスカを示しているということになります。 次に今度はギザから引いてみます。この黄色い線、上からの線はギザから引いてきた線です。ちょうど反対側の関節、手末か腕の線がこの線と重なります。なおち向かって左側の腕のラインはギザの方向を示しているということです。右がナスカ、左がギザということになります。ご自身でお確かめください。ということを考えていきますと、ナスカのラインはこのようにですね、ありえない偶然、 の上に成り立っているということです。ありえないということは、今までの従来の、まあ、説明では説明できないということですね。言い換えますと、これらのラインは ET によって書かれたということです。地上絵が ET によって書かれたということはすでに証明しましたので、まあ、興味のある方は続くビデオをまたご覧ください。これらの線が人間によって書かれた、書かれたというような無理なこじつけをするもの,すものですから、説明がつかなくなってしまうものだと思われます。いかがでしょうかまあ、 皆さん自身の良識で判断してください。皆さん自身が自分で確かめる時代がやってきました。ということで続くビデオをどうかご覧ください。どうもありがとうございました。Thank you very much and bye for now.Hello, this is h i r o s h i h a y a s Hammam i h City Japan.NASCA Theory.NASCA 理論2年前に NASCA 理論を提唱しました。 以後私自身がですねそのナスカ理論を使っていろいろな謎を解くことができましたで今日はですねランウェイいわゆる滑走路について、まあ、まとめてみたいと思いますナスカ理論です、まあ、ナスカには無数のこうした直線が描かれているわけですけども場所によっては凸凹ココの大、まあ、地の上にですねいわゆる空から見て進直線の 線が書かれているということですね。そしてそれらの線が、まあ、複雑に入り組んでいるということです。で、まあ、もちろんこれは滑走路ですけども、滑走路説はシェッチンの時代からありましたけども、まあ、具体的にそれを証明してまいりました。ランウェイです。まあ、細くて長いランウェイがありますが、細くて長いランウェイは、 まあ古い遺跡、特に重要な遺跡へ行くランウェイです。他にも逆三角形、四角形、そしてあ複数のランウェイが重なっているところ、分かれているところ、いわゆる細かいランウェイがあるところ、あるいはいろんな形のものがあります。えー、特に最後の、まあ、ランウェイはですね、えー、この一つのランウェイでいろいろな方向を示しているということですね。それらについてこれから順に説明していきたいと思います。 まず細くて長いランウェイですね、があります。これは重要な拠点、あるいはあの古い遺跡に多いですね。で、このランウェイ、例えばナスカにはグランド中ューと呼ばれているランウェイがあります。で、この縦線なんですけども、これはポポカティピティ、いわゆるテューティワカンのすぐ近くにある、まあ、最高峰の山から引いてきた線です。寸分の狂いもなく重なります。そして横線はですね、えー、エジプトのエドフ神殿です。 で、ナンバー2のランウェイです。このランウェイは、あの、逆三角形になっていることに、まあ、台形ですけどもね、注意してください。逆三角形ですね。まあ、そういうふうに考えてください。なぜ逆三角形かということなんですけども、それは、その、この後に説明しますが、このランウェイの場合は、両側の線が、それぞれの方向を示しているということです。右側は、うんこ、左側は、流門です。ですから、写真を比べてみてもわかるように、 両方、その双方はですね、区別がつきませんね。同じコンセプトで同じエリアが関与して作ったものというふうに考えています。で、このなぜ逆三角形かということについてですけども、この今言いました、運門と、う行と、両、流、のプラットフォーム、ランウェイを見てください。で、これをですね、下の方の出発点に立ってみます。そうしますとですね、逆三角形であったランウェイがこのように長方形に見えるということなんですね。 なわち、まあ、あのー、エイリアンのクラフトの視点から見ますと、なぜ逆三角形であるかが、これで皆さんにも分かっていただけると思います。あ左側が上空から見たあランウェイ右。右の方が、右がですね、えー、スタートポイントに立った時に見えるランウェイの形です、まあ。こういうふうに見ればですね、遠くも正確に、まあ、このランウェイは、まっすぐとそちらの方を示しているということが分かるわけです。ランウェイ3の話をします。 ラウェイ3はですね、まあ、長方形、あるいは、あの、 四角形ですね。の形のものです。この場合はですね、方向がよくわかりませんので、点、点と、まあ、黒い点で書きましたけども、マウンドが作ってあります。例えばこれはバーミアンから引いてきた線ですけども、バーミアンの線の先のところに黒い点がありますね。そして入り口のところもあるんですけどもね、かすかに。まあ、そう、これはなぜかと言いますと、こうしたマウンドが作ってあるわけです。このマウンドをいわゆる目印にして、まあ、方向を正確にたどるということですね。枝ばかりしていくときもこのマウンドを使っています。 これが、まあ、このランウェイの特徴です。今度ランウェイ4です。 これはあの、何本かの線が、複数の線がですね、一つの方向を示しているというケースです。ただあの、別々の場所で、例えば、平場イは2本、それから、カラクルムは4本というふうにあります。まあ、これはあの、あの、ウラウン山から引いてきた線ですけども、えー、ウラウン山からの線はこのように、またたくさんありますよ。あのー、このあたりにいっぱいあります。もう一つ別にあの、しっかりとした、プラットフォーム型のランウェイもあります。 それだけまあフラム山が重要な拠点だったことを示します。ランウェイ5です。これは一つのランウェイからですね、枝分かれして、まあそれぞれの方向に、まああの、ランウェイが伸びているというケースです。この、この場合も先ほど言いましたマウンドが一つの基準点になっています。で、これは今平和洋から引いてきた線ですけども、平和洋からのランウェイは古いのと新しいのと二つあります。あとでもうもう一箇所出てきます。 で、こうして、まあ、あの、ランウェイが枝分かれしているということですね。ランウェイ6です。これは細かいランウェイがより、より,あさより集まっているところです。 で、こうしたこのランウェイはですね、あの、一つのこの場所がですね、いろんな方向を示しているということなんですね。右がその例なんですけども、このち、このランウェイは短いですね。それから、あの、より集まっています。これはあの、バンディの頂上から引いてきた線ですけども、こうしてその、それぞれの拠点からこういうふうに集まる。まあ、どれがどれということはと、あまりにもごちゃごちゃしていまして、特定できませんでした。ランウェイ7です。 二つのプラットフォーム型のランウェイがより、あの、重なっている場合もあります。この場合はですね、やはり黒いマウクテン点がマウンドになっています。そして、ま、真っ直ぐ上はヘバよ。そして、右へ行けば、あゆてあと行きます。両方とも彫刻でよく知られています。上へ行けばヘバよ。右へ行けばあゆてあです。 まあこのようにですね、あのあのもう一つは右上から斜めに引いていく線はルンビニ、それからラホール、それからアテネを通ってきた線です。ラホールではやや30キロほどのエラーが出ます。ランウェイ8です。ナンバー8です。両方のランウェイを示すケースがあります。これはあのギザー、それから下へ行けばイースター島のランウェイがそうなっています。もう一本、あの今言いましたその、ガンダーラからあの、えー ルンビリカで引いてきた、あの、ランウェイですけど、反対側行きますと、キナバルへ行きます。で、これは、あの、上へ行きますと、ギザ。いわゆるギザから引いてきたんです。下へ行きますと、イースター島へ行きます。ただ、当然でして、えー、ナスカは、ギザとイースター島をつないだ、その新直線下に作られました。ですから、ま、こうした直線、あの、滑走路があっても、なんら不信がありませんね。その途中に、ンキを行く、えー、ランウェイがあります。ランウェイ難易です。これは、あの、高井東京さんが、あの、別のゾーンで見つけてくださった、あ ランウェイですけども、右の方行きますと、今出てきますが、はい、エ,エレファンタですね。インドのエレファンタです。そして洞窟寺院です。そして左行きますと、バンカークです。この辺りに南アジアのからの拠点からの、のいわゆるその線が集まっています。ランウェイナンバー10です。ランウェイ10です。これはいろいろなそのまあランウェイが複雑にまあ集まっている ことを示します。まあ、こういうふうに、まあ、その、この場合は、あの、真ん中を通るというよりも、側線を通るケースが多いですね。で、まあ、それぞれ関連性のある遺跡へと繋がっていきます。まあ、あのー、全部全部、あの、調べきったわけではありませんので、これからさらに調べていきますけども、エイブベリー。それから、あーシナイザ山ですね。えー、モーゼ山とも呼ばれていますけども、それから、マチュピツですね。 それから奇妙興味あることに、この下に線あるのが富士山と桜島です。で富士山の先にはあの富士山を示すランドマークがあります。富士山という日本列島ね。で、こうしてまあそれぞれの方向を示しているということですね。まあ、次にランウェイ11ですけども、あこんな変わったランウェイもあります。まあ、これはナスカの宇宙飛行士。 NASCA is an astronaut と呼ばれてますけどもありますねこのこれもランウェイの一つですそしてこれはまっすぐ上に行きますとギザのエジプトに行きますな逆にギザのエジプトからここへ引いてみられるとわかりますよアタカマのジャイアントもそうですしだからブラあウスの北極ですねあのもう北あの向いていますということで続くビデオをどうかご覧ください Thank you very much and see you n e x t time. Bye! Hello, this is Hiroshi h a y a m a m a City, Japan USA in Nasca, 広ロ林 Nasca Theory Nasca の USA, 林博士の Nasca 理論常識などというものは18歳の時までに持った偏見の塊であるといったのはアインシュタインです USA ですここがプライスインタグリオスそこから0.000 00度で北に向かいますそこにバリオファイアがあります カフキアマウンドです。サーペントマウンドです。そして、その延長線上にワシントン DC があります。場所が先に決まっていたということですね。で、大占領マウンドですね。サーペントマウンドから大占領マウンドに線引きますと、大占領マウンドを真っ二つに、二つに割ります。途中、比叡山清水寺を経由します。で、 ナスカの線と言いますか、その前にアメリカの、まあ、その線をですね、調べてみたいと思います。ラインティオリーです。で、まあ、赤い線が、0. 0.000 00度で北極に引いた線というふうに考えてください。ブライス・インタグリオスです。そこにバリオファイアがあります。真っ赤な大地、谷という意味です。そしてカフキアマウンドがあって、 サーペントマウンドがあります。その延長線上にワシントン DC がありますが、ワシントン市は大変大きな町ですから、えー、場所が特定できていません。それから大占領ですね。サーペントマウンドから線を引きますと、その線は大占領を2つに割ります。で、それぞれの地点からナスカに線を引きます。ブライス・インタグリオスから。バリオ・ファイアから。 カオフキアマウンドから、サーペントマウンドから、え、ブライス、カオフキア、サーペントは新一直線上にあります。カオフキアでのエラーはありません。で、ナスカを見てみます。USA in Nasca です。ここにあるのが、これが、ブライス、インタグリオスから引いてきた線です。滑走路があります。その反対側が、 バリオファイアですそしてここにはカオヒアからの滑走路、棒を向かう滑走路があり、そしてその横にはサーペントマウンドへ向かう滑走路があります。きれいに重なります。そして大変奇妙なことに、ワシントン DC からの滑走路もあり、ここには大占領マウンドからの滑走路もあります。細い滑走路ですけども、反対側が東大寺からです。 そしてこれらの四社がですね、六社がですね、このようにきれいにここに並びます。特に大戦カ顔吹キやサーペントはほぼ等間隔であることに注意してください。結論は簡単です。アメリカの遺跡、現在私たちの遺跡と言っているものも、こうして幾何学的に、かつ数学的にきちんとアレンジされているということです。それをナスカ理論に従ってナスカで、えー、証明いたしました。 なあちこれらの線はですね、点はですね、えー、エイリアンによって、もちろん宇宙から地球を見ることができる人によって、計画され、アレンジされたということです。それともあなたは、謎の迷路の中で、ウォーサーをしますか、uh, ?Thank you very much for watching and see you next time. b y e h e l l o a r d This is Hiroshihaya Shihama m a s u Japan.December 28th, 2014.Why Japan? なぜ大占領なのかその答えの一つがここにあります。大占領マウンドです。大占領マウンドから270.00、まあ西に行きますとクロスポイントチャイナに行きます。そして 右下に行きますとニュージーランドのルアペフです。そして右上に行きますとアメリカのサーペントマウンドです。その間の角度はこのようになっています。計算しますとこうなって正確に120.0いわゆる3等分しているということですね。ということをご理解の上続くビデオをご覧ください。 Hello, this is h i r o s h i h a s h i v e r s i t y Japan 大占領 m o u n i n line theory.What is 大占領 r l i n e 理論で証明する大占領。何のために大占領はあるのか大占領の謎について今日は話します。大占領とは何なのか何のために大占領はあるのかその答えを 話してみたいと思います。まず、ライン、理論。大仙陵とニュージーランドのルアペフ山を線でつなぎます。次にアンコールワットとイースター島とを線でつなぎます。アンコールワットからイースター島、その途中にキナバル山があり、そして クロスポイント南太平洋があります。そのクロスポイント南太平洋から120.00で東北に向かって線を引きます。その線はまっすぐとサーベントマウンドに向かいます。北アメリカ大陸に入り、 ブライス・インタグリオスを通り、カオキアマウンドを通り、そしてサーペントマウンドをやってきて、その先にワシントン DC があります。場所が先に決まっていたということです。サーペントマウンドから今度は大占領に線を引きます。大占領にやってきました。 注意深くご覧ください。サーペントマウンドから引いてきた線は、大線量を縦に正確に2つに割ります。途中で比叡山を経由します。この線がサーペントマウンドから引いてきた線です。 ナスカ理論で証明いたします。ナスカです。大線量からの滑走路はあります。次にカオキアマウンドから線を引きます。滑走路が見つかります。そしてサーペントマウンドです。大変興味深いことにワシントン DC からの滑走路も見つかります。これら4社は 一つのプラットフォームから出発しているのがわかります。拡大して見えます。右から大仙陵、カホキア、サーペントマウンド、それからワシントン DC です。ほぼ等間隔に並んでいることに注意してください。緯度計度はここに示しておきます。で、そのサーペントマウンドからの直線に注意してください。その直下に渦巻き模様が見えます。これは渦巻きではありません。 サーペントすなわちヘビですこれら4者はナスカ理論によって相互に関係していることがこれで証明されました次にこれが大線量ですね右上から来ている線が サーペントマウンドから引いた線です。そして、ルアペフ山に引いた線がこの線です。その両者の間の角度は120.0です。そして、270度で西に向かうと、クロスポイントチャイナに向かいます。このように、 それぞれの地点がそれぞれに関係し合っているということです。となると皆さんはなぜサーペントマウンドなのか、なぜサーペントマウンドがここにあるのか、何のために、どうしてということをお知りになりたいと思います。それについては続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello! This is Hiroshi Hayashi, Hama Mastery Japan, Secret and Mystery of Serpent Mound USA. In Japanese, サーペントマウンドの謎と秘密について、ビデオ化しておきます。このサーペントマウンドは何のためのものなのかなぜここにあるのか、まあ、私の考え方はとてもシンプルだと思います。まあ、あのぐるぐるっと右の下の方に前たところありますね。これがあの、 いわゆるその、基準点にと考えます。そしてその、ぐにゃぐにゃぐにゃと不自然に曲がった蛇ですね。で、とぐろを巻いてる、巻いてるわけじゃないしっていう感じですけども、これはあの、エイリアンがあちこちで使う手法なんですね。そしてあの、いわゆるその、 点をね、カモフラージュするためにヘビの絵を描いて分かりにくくしたということなんです。まあ、これは、あの、これから説明していきますけども、このナスカから、あの、重たったね、世界中のキーポイントから点を引いています。そうしますと、この、下が、あの、くるくると巻いたところで上の点へつながりますね。そして、こういうふうに、あの、点を、あの、カモフラージュするためにヘビの絵を描いたということなんです。これ、ティオジャーカンから引いていますと、ちょうどくるくると巻いたところから、やっぱりこの丸いぐにゃっと曲がったところに点がきますね。 で、次に今度は北極から引いてみますけども、北極もそうなんですね。あの、くるくるっと回ったところに線を引きますと、ちょうど目のあたりに来るわけです。まあ、目かどうかわかりませんけども、この辺に蛇の目があり、口があり、そして卵を口に加えてるんですね。この卵も基準点になっています。このギザのエジプトから引いています。今度ギザ,ギザのエジプトから引きますとあ、やっぱりこのくるくるっと回ったところかと、その先をぐにゃーっと回った真ん中に来てますね。ここが重要なポイントなんです。というのは、ここが、まあ、あの、彼らの 地図なんですね。で、も返事だらもそうなんですね。で、中心ってから来て、この、あの、真ん中の点がそうですね。あの、三つ書き込みますけど、真ん中の点とぐるぐるっと曲がった点がそうです。それから真顔ですね。トンコーです。このバッコウクスもあちこちの基準点になっています。ただ、まあ、あの、これはね、ここではちょっと違うかもしれませんっていうのは、先ほど目の位置とちょっとずれてるんですよね。ですから、まあ、ま、あ この、後ではあるか、すべてがあるわけじゃありませんので、あの、罰を靴は、後で除外いたします。それから、このカラクルム、蛇の王国と言われている、ティオイティアカンをしのぐ大きさのピラミッドが最近あ、えー、今からまだ十数年前に見つかったんですよ。でもそれも、やっぱりこの点のところを作るとか。イースター島もそうなんですね。くるくるっとまだとこから、この角のところへ来ているわけですね。こういうふうに、こう、なんて言いますか、あカットとか、そう下の方が正確かもしれませんね。下の方だったらちょうど真ん中通りますから。まあ、要するにこうした点を、あの、 中心、基準点と、それのぐにゃぐにゃぐにゃと曲がったところとつなぎますと、こういうふうにみんなきれいに入ってくるわけです。あのー まあ、この手法はですね、ここだけ見ると、なんで林はですね、こじつけてるだけじゃないかと思われるかもしれませんから、もうさらにやってみますと、インディアンヘッドも、まあ、インディアンヘッドはですね、あの、上の方の卵の部分の中心部から来ていると私は考えています。あの、二つ基準点があるんですね。上と下とね、出ないとあの、全世界を網羅できませんので、あの、下だけだと90度の範囲で終わってしまうんですよね。これプレイアビーヒアも同じようにあると。あ今度、プレイアビア系は、あの、 いわゆるその東半球っていうかね、え、こっから見ると東、西半球ですね。ごめんなさい。で、て、あの、大占領はですね、これはどうしてかね、これあの、サーペントマウンドと関係あるかというと、まっすぐにあの、サーペントマウンドの線がね、あの、大占領二つにもあるんですね。それで大占領、それからカホキアマウンド、サーペントマウンドはナスカで一点に集まります。ついでに言うとワシントン DC も一点に集まります。カフキアここはカホキアマウンドですけども、これもやっぱりこう、こう、これはあの、点と点を繋いで、ちょっと、このカホキアマ、 マウンドについては厳しいかなっていう感じはします。まあ、しかし、一応皆さんに紹介しておきます。あの、カフキア、それからサンペットマウンド、ンそれから、あの、ブライス・インタグリオスは一、一進一蓄戦でつながります。これは何度も、あの最近説明してますけども。このようにですね、サーペントマウンドは、実は方向を示してるんだと。あの、どなたかアメリカ人の論文を見ましたら、これは日没、あの、月、えーっ,とえー、っと、春分当時だったかな。 えー、ごめんなさい。何かの、その、方向を示してるっていますと、うん、あの、天文観測のためにこんなもん作りませんね。常識で考えてください。そのもん、庭先に石ころ置いておきゃ済む話ですから。これはブライス、あの、皆さんそうですよ。あの、ラスカでもね、あの、し、なん、あの、旬、えー、っと、当時の時の太陽の日没とか日の出とか勝手なこと言ってますけども、そんなことだったら庭に石ころ置けば大体わかることなんです。これがブライスインタクリオスなんですね。 で、これもその、やっぱり点をカムフラージュするために、この人間の体を描いたんですよ。そして、この点を繋ぎます。逆に点を引、あの、手を手間から線を引いてみるとか、ぴったり重なりますから、これはメサベルでですね。U は U、ミスペ、ミスペリングです。ノース、これは北極です。あの、北極から引いてきた線です。これがあの、模片状だろうから引いてきた線ですね。で、こういうふうに、この点と点をうまく、巻、ま、くというか、あの、こうしたカムフラージュするために、あの、 い、あえてこういった不自然な人間を描いて、そしてその、だって点だ点だけじゃ分かんないでしょですからこうして人間を描いて、これはね、チザですね。あの、チリのチザでも同じ手法を使っています。これはクロスポイントサウスアフリカ行く、あの、ラインです。というようにこの、使ってるわけです。さらに、あの、もう一つある、ありますけどね、あの、サンサの大食代も同じ手法を使っています。それをこれから説明したいと思いますけど、もう一つあの、皆さん、見てください。これサーペントバウンドですけど、これはあの、今の先に作ったビデオの、 前に、その、今から見ると、一昨日作ったビデオでしてね、あ昨日ですかごめんなさい。まさに昨日作ったビデオでして、あの、一,一箇所間違っているところがありますので、それ今これを話しながら訂正したいと思います。まあ、サーペットマウンドですけども、これは何であるか。それから、えー、なぜこんなところにあるのか。そして、えー、誰がこれを作ったのか。とこをまあ、いろいろ謎が湧いてくるわけですけども、まあ、 何のためというか、これはもう方向指示ですね。てか誰が作ったかエイリアンですね。人間じゃありませんから。人間できるわけないんですから。あの、これがあの、今言ったその点ですけどね。点があの、こうあるわけですけど、この点をうまく、うまくてか、フラージュするために、この蛇の絵を描いたわけです。でないとあのー、 点だけでは分かりませんからね。まあ、点だけでわかる方法もあるんですけどね。例えば、オベリスクを立てるとか、石の塔を立てるとかっていう方法もありますけども、分かりにくいんですよね。やっぱ空から見た時には、あの、ど、どの点とどの点繋げばいいんだってなりますからね。これはナスカラインです。綺麗に繋がりますね。目のところ、あ、卵のここですね。それから、あの、つながります。これが手を手を間からのラインです。先ほどあの説明しました。えー、っと、それと、 これがギザラインですね。これもあのちょうどあのぐにゃっと曲がったところのちょうどテーブって言いますかね。その中心部来たの分かりますかでこれがあのギ,ギザラインで、それから、 これがマガオの線です。これは、あの、ちょっと間違ってると思います。今はまだ確信持ってませんけど、真ガラインはあの、あの、先であげるようになってから来ますけど、ガオはちょっと見つからなかったんですね、実は。あの、で、これも表にちょうど、これは綺麗にあの出てきますね。この角,角、角で。あの、真ん中の方ですね。あの、星の位置がちょっとずれてます。あの、わかりますかあの、ちょっと、そっか、今の右の星から、もう一つ左寄ったくにあったところ来てますね。ですから、これ間違ってます。えー、訂正します。それから、 もう一つの例がありますね。これがあの、ブライス・インタグリオスですけども、これはあの、ここ、一週間内で何度も皆さんに紹介してますので、うんざりなさる方もいらっしゃるかもしれませんけども、あまあ、私、正直います。正直言います。あの、このブライスのインタグリオスにしてもですよ、サーペント・マウンドにしても、アメリカ人のね、考古学者が何十人も何十年も、あの、研究し続けて、なんでこんな簡単な謎,謎が解けないんだろうって、私は逆に不思議に思いますね。あれは解けなかったんだろうと。未だに右を左往してますね。まあ、これはあの、ノースポールから来た線です。 あのー、で、これが、あのー、模ョ状態からの線です。そういうことはよくありますね。なんでこんな簡単な謎が解けないんだろう。ナスカラインにしてもそうでしょ。仮想、仮想路説はあるんですけどね。その謎がなぜ解けなかったかということなんですよね。まあ、そっちがいれば簡単なこ謎なんですよ。道徳についてもそうなんですよ。私、まあ、やめましょう、そういうことはね。まあ、とにかく、俺は、あの、これ、あの、クロストポイントアフリカに行く線です。 まあこういうふうにこのなってますから、それぞれの点をつなぐと、それぞれの拠点へ行くということです。もう一つの例が実はあるんですね。それがサンサの大食台で、えー、先日来も紹介しましたけども、あの、この、まだこれいろんな点があるんですけどね、あの、あと、 他の細かいところに繋げますとね、こじつけだってすぐ言われますんで、あの、やめました。で、まあ、大きなね、皆さんご存知の拠点と繋いでいました。クスコライン、それからプーマプンク、あの、パ、あ、ティワナクですね。そして、ティワナクの中のプーマプンク、プーマンプンク、プンクが通電に行ってきます。から爆風で飛んでるんですよ、みんな。あの、ナスカライン、爆風で吹っ飛ばされて壊れてるんですよね。これはナスカラインです。あの、また興味のある人は見てください。これは南極行くラインです。このようにですね、この点を繋いで、そしてそれぞれの方向を示してるってことなんです。 ということで、まあ、あの、はい。ということで、ちょっとね、早口で喋って申し訳ありません。これはあの音楽だけで済ますビデオだったんです。では、さよなら。Goodbye. See you again next time. Bye.Hello.This is Hiroshihaya Shihama City, Japan.Homeland for people from m a r s City of Valley of Fire. 火星から来た人たちの故郷。謎の火の谷。 今日は謎の巨人の話をします。道路標識。地球には4人の巨人がいます。1人はナスカ。ナスカの宇宙飛行士です。UK のサン・アッバス・ジャイアントです。そしてアタカマ・ジャイアントですね。で、もう1人は USA のプライス・エンタグリオスです。これらの4人は何のためにどうして地上に いるのでしょうか。今日はその謎に挑戦してみますがこれらはまさしく道路標識なんですね。が考えてみるとおかしなことですね。エイリアンともあろうお,お方がですねなぜ地上に道路標識など必要とするのでしょうか。人間だってナビゲーターを持っていますよね。何のために どうして、なぜ彼らはここに立っているのでしょうかその前にこれらの4人について調べてみます。ギザのピラミッドから線を引いてみます。ナスカの宇宙飛行士です。まっすぐと縦にあります。ということは宇宙飛行士はギザのピラミッドを示しています。UK のサン・アッパス・ジャイアントです。ここにはルンビニから線を引いてみます。 シャカの生まれ育ったルンビニです。この立っているものは正確にルンビニを示しています。そしてアタカマジャイアント。ギザのピラミッドから線を引いてみます。すると、その線はまっすぐアタカマのジャイアントを割ります。ということは、アタカマのジャイアントはギザを示しています。で、ブライス・インタグリオスは簡単ですね。北極から線を引いてみます。北極点からね。なあち、 これらの4人のジャイアントはそれぞれ4つの拠点を示していますが、ちょっと待ってくださいね。で、もう一度しゃべり直してみますと、これらの4人の巨人は別の場所を示していることがわかります。なおち、ギザのピラミッドの方向を示しながら、実は、えー、オランティ田んぼを示しています。その真直線下にオランティ田んぼがあります。 それから、サンアッパスジャイアントは、ルンビルを示しながら、カスピシ海の東岸の砂漠地帯のどこかを示しています。まだと場所は特定できていません。そして、アタカマジャイアントは、ギザのピラミッドを示しながら、その途中のサラーデコイパサを示しています。で、残ったブラウシンタグリウスは、北極の方向を示しながら、どこを示しているかという問題が出てくるんですね。 で、今日はその問題について一つの例として考えてみます。ブライス・インタグリウスの巨人は何を、どこを示しているのかという問題なんですね。しかし、その謎は簡単に解けますネ。ネバダの火の谷ですね。で、ブライス・インタグリウスから0.00度で北に線を引いてみます。その線は、進捗線に の谷へ向かいますここが火の谷です。真っ赤な大地ということから火の,の谷と呼ばれるようになったそうです。まあ、空から見るとそれほど赤くは見えないんですけどもね、写真の中には真っ赤なものがあるんですよ。ここなんですね。この火の谷の、まあ、山の頂点からナスカに 線を引いてみます。こういうケースの場合、一番高いところの頂点から引いてみると大変わかりやすいですよ。ここがナスカです。この滑走路の向かって右側の方を見てください。まっすぐと線が重なりましたね。ということは、この滑走路は火の谷を示しているということなんです。もう一度やってみます。緯度経度はここに示しておきます。 で、今度は反対側。今の滑走路。同じ滑走路の今度は向かって左側です。ここを注目してください。この線は実はプライス・インタグリオスから引いてきた線なんです。重なりましたね。これでもう確定的ですね。必要十分条件を兼ね備えました。なあち、これの滑走は右はバリオファイア。左はプライス・インタグリオスを示しているということなんです。こうしたケースは他にもあります。 左の方がアタカマライン。そしてこれがサン・アッバスラインで、同じように、まあ、この辺に、えー、巨人の空の線が集まっています。丸のところで重なっていることに注意してください。では、ナスカ理論をもう少し説明します。同じプラットフォームで似たような場所を示すケースは多いです。ユンギャン。それから左がリュウモンです。ですから見た目には区別,区別がつきませんね。同じエイリアンが同じように関与したということなんです。 それから、カラルと、それから、シカンです。これは二つも同じエイリアンが関与しています。ですから、同じプラットフォーム、ランウェイから出発しています。それぞれ移動経路はここに示しておきますから、皆さんご自身でご確認ください。そして、大変面白いことに、これが富士山から引いてきた線。左が桜島から引いてきた線です。 あるんですよ。そして、富士山から引いてきた線は、この奇妙な形をした地上への上を横切ります。これは日本の本州を示しています。そして、線と線が重なったところがちょうど、日本の富士山の位置と一致します。これは、ナスカの中の日本というテーマで、以前ビデオを作りましたので、詳しくはそちらの方でご覧ください。 かりますか正確に、一見雑な絵のように見えますけれども、正確に富士山の位置、それから日本の本州の位置を示しているのが分かります。なお左が富士山からの線ですよね。そしてその横切るところに、ちょうど日本も、日本と言いますか、本州の日本が富士山があります。では、火の谷に戻ってみます。 この日の谷をご覧ください。誠にもって、なんて言いますか。はい。奇妙な山であります。そして山の、えー、やや北側ですかね。こんな、まあ、自然にできたとは、とても言い難い。平らな土地がやっぱりあるんですね。なぜ平らな土地か、もう皆さんお分かりですね。着陸台なんですね。 ここにはかって巨大な UFO、彼らの乗り物が着陸したと考え,られ考えています。そしてこの死の谷の写真をよく見てください。で、この死の谷、火、えー、の谷とでごめんなさいね、えー、サラデ・コイパサと見比べてみます。 ボリビアのサラデコイパサです。これは以前、火星人のから逃れてきた人たちの故郷であると証明いたしました。この、えー、サラデコイパサの大地と、そして火の谷、バレーオファイアと比べてみましょう。上がサラデコイパサ。下が、えー、ァバレーオファイアです。 色を落としてみますと区別がつきませんね。ということは、これらが、これ、この、こうした土地が彼らの好みなんですね。では、ブライス・インタグリオスの答えを示します。先ほどここにクエスチョンマークを書きましたけども、ここに書く、おお置かれるのが当然火の谷ということになります。Valley of Fire になります。そして、えぇ、ー、Elongated Bench, c o n h e a d m n ですね。 カスピ海の東、それから、あアタカマでも活躍しています。そして、多分アメリカにもいたのでしょうね。ということにな,るなります。なあち、これらの人たちは、これらの絵を描いた人たちは、火星からのエイリアンということになります。そして、人間よりははるかに利口であったにしても、いわゆるロークラスのエイリアンであったということなんです。ですから、彼らは、 道路標識を必要としたんですね。まあ、エイリアンの世界ではですね、こう言ってるんです。俺たちは低層階級だからな。だから高度なテク,テクノロジーは持ってないんだよ。また作れないんだよ。またな、その高度なテクノロジーを交換することはエイリアン同士では固く禁じられているんだよな。人間の皆さん、エイリアンが簡単に血を与えてくれるなんて思っちゃダメだよ。と、火星からの エイリアンはそう言いました。ということで今日の話を終わります。楽しかったですかそれでは、Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshiyashi, h Ham a Hamamasiri, Japan.Japan is a land for gods.I say, Japan in Nazca. 日本は 神々の国だった。ナスカの中の日本。It's my pleasure that I can prove what I'm saying here is correct and true with evidence. そのことを証拠を添えてこのビデオの中で証明いたします。まさに日本は神々の国であった。その証拠がナスカ平原に残っていました。 私のことを疑う前にどうか続くビデオをご覧ください。あなたも私の言っていることに納得するはずです。日本列島を示す地上絵があり、その横には日本の滑走路が走っていました。一本は日本の桜島、もう一本は日本の富士山です。位置も一致しています。 どうかご覧ください。Thank youHello, this is h i r o s h i h a y a s h i h a m a m a s i t y j a p a n Japan was a land for gods evidence and proof on Nazca theory 日本は神々の国だったナスカ理論による証拠と証明です。 私はこのビデオの中でですね、日本という国がですね、神々の国であった。今もそうだということを皆さんにお伝えしたいと思います。馬鹿げているというふうにね、あの、言う前に10分だけ時間をください。これがナスカです。ナスカ、まあ、平原といいますか、高原ですよね。このナスカ高原の、平原のですね、 一角に滑走路があります。この滑走路です緯度経度はここに示しておきますから皆さんご自身でご確認くださいこれが桜島です鹿児島湾の中にありますこれが富士山ですこのあ 島の桜島と富士山から線を引いてみますブルーの線は桜島から引いてきた線です上の黄色い線は富士山から引いてきた線ですこうして2本の線が並びますけれどもここに奇妙な絵があります これをぐるっと回転してみます。半時計回りに回転してみます。こういう形になります。この形と日本列島の地図と比べてみます。北海道と四国を取ります。その理由は後で話します。そして、 この形を比べてみますと一見雑なように見えますけども正確に日本列島の本州を表していることが分かりますそしてこの緑の線は富士山から引いてきた線ですそしてこのナスカの標識とここで重なりますその位置はちょうど地図の中における富士山の位置と一致します橋と橋をつないでそして 富士山のあるところをつないでいます。すなわち、富士山からの緑の線、左のですね、ナスカの線は、正確に日本列島の中の富士山の位置を示していることになります。では、この赤い部分は九州なんでしょうかそれともそうではないのでしょうかその答えは実は、前方後円墳にありました。 これは前方後円墳と呼ばれています。では前方後円墳がどういう意味を持つのか皆さんにお話したいと思いますが林哲也さんがですね、えー、掲示板の中に、えー、前方後円,後円墳とですねアフラマザーの がですね神剣、すなわち王剣ですね。いわゆる渡すその輪とリボンのついた輪に似ているということを教えてくださいました。これがアフラマザーの輪と、それからリボンですね。リボン・リングというふうに表現されています。そしてこれはシンボル・オブ・キングシップというふうに英語で訳されています。王剣ですね。いわゆる地球、地上のですね統治権を人間に渡すときに、 これをまあシンボルとしてアフラマザー神々は人間に渡していました。アフラマザーが渡しているところです。丸い輪にリボンがついているところに注意してください。丸い輪にリボンがついてますね。これが王権なんですね。で、日本の締め縄はその形をかたどったものだと 考えられますそしてそれが現在に残っているわけですね。丸い輪にリボン、短冊ということになりますね。比べてみてください。これでなぜ日本に締め縄があり、なぜ日本に前方後円墳があるかということをがですね、皆さんにも分かっていただけると思いいただけたと思います。そしてそれはですね、マヤ。 それからインカにも同じものが残っている、残っています。丸い輪にリボン、短冊ですね。そして、今日は紹介しませんでしたけども、エジプトでも同じものが見つかりました。こうして並べてみてください。丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、世界中で見つかっています。すなわちこれが 神がですね、人間に渡した王権の象徴ということになります。ここは神々の、これは神々の紋章であるという意味なんですね。そしてその紋章をですね、神々は日本ランドの上に直接描きました。空から見えるように、宇宙から見えるように、そのマークを置いたわけであります。それが前方後円墳ということになります。すなわちこの土地は神々の土地であるぞということを内外に こういう形で示したわけであります。なあち前方後円墳というのはですね、この土地は神に属する土地であるということを示したわけです。検証しています。前方後円墳というのはですね、全国で706箇所登録されています。まあ、全部を紹介しきれませんでしたけれども、その706の 前方公園。他にもいろんな古墳がありますよ。小さな円墳も入れればもう無数にあるわけですけども、この前方公園墳がですね、あるところを調べてみますと、本州に623。そして九州に70。四国にも少しあります。それはあの、瀬戸内海沿いにあるわけですね。13個あります。数は、あの、 まあそういうことですね。合計で706箇所で前方後円墳が登録されています。なあち、前方後円墳がある土地は本州と九州だけというふうに考えていいわけですね。四国にも少しありますが。となると、神々は、神々の都市として選んだのは本州と九州ということになります。ですから、ナスカの標識には本州と九州が 描かれているということになります。となると、下の、左下のですね、この、まあ、グリーンで示した、場所はですね、九州ということになります。九州は、まさに大きさから比べても、まさに神々の、えー、島であったということが、これでよくわかります。結論から言いますと、この、ナスカの表、えー、に描かれたこの絵はですね、 まさに日本の土地、日本ランドを示しているということです。日本ランド、すなわち本州と九州を示しているということです。そして、えー、本州と九州がですね、まあ、だ,だから、前方後円墳は本州と九州、まあ四国ではありますけども、に見られるということです。そして同時にですね、こうしたランドマークがあること自体がですね、もう一度、あの、富士山の線を見てください。 こと自体が日本がですね神々の国であるという証拠になります。いかがですかこれが私が皆さんにお見せできる証拠と証明です。Hello, this is Taka in Tokyo and Hiroshaya, Japan. South Asia in Nazca In another part of Nazca, we can find dozens of runways to major footfalls in South Asia as well as India. Here is a story about it. これがエローラです。岩をくり抜いて作った寺院です。 ナスカに線を引いてみますまその前に今までのゾーン A のほかに1 4キロ離れたところにゾーン B がありますこのゾーン B には南アジアあるいはインドからの直線が集まっています言い換えますとこの辺りには南アジアインドへの滑走路が集まっています 少し見にくいので、メイドを変えてご覧いただきます。無数のって言いますか、何十もの滑走路が走っているのがわかりますね。それぞれの滑走路がそれぞれの拠点を示しています。で、この中心あたりに穴があります。この 穴に注意してください。緯度経度はここに示しておきます。その右上にエローラへの,エローラへのカッソルがあります。視点を落としてみますと直線であることがよくわかり、この直線がまっすぐとエローラを示しているのがわかります。この黄色い線はエローラから引いてきたものです。 後のこの続くビデオの中でエロラの滑走路が出てきますがそのエロラの滑走路とは違います高井東京さんが教えてくださいました他にもこの辺りには、まあ、何本かの滑走路が集まっています順に見ていきますこれらがエロラからの滑走路です 今、皆さんにお見せいたしました。次に、シギリアからの滑走路です。シギリアとワットポールは一直線に重なります。一直線上にあります。シギリアです。ワットポールです。そして、今度は、バンコクですね。 タイののバンコクからの直線ですやはりぴったりと重なるカッソルがあります。そしてエレファンタです。洞窟寺院です。こうしてこの辺りには南アジアおよびインドからのあるいはインドへのカッソルが集まっています。ということを頭に入れて次のビデオ どうかご覧ください。Thank you very much and bye for n o w h e l l o this is Hiroshihayashi, Hamamaceri, Japan.Alien's Masterpiece, A Mystery of e r o r a India.Its evidence and proof.Alien の、no、建築物、インド、エロ o l その証拠と証明。インドにある 出ますか？最大級の石像建築物といえばエロラということになります。これがそのエロラです。岩をですね。大きなま1、あ、つの岩をですね。縦横に掘り込んでいって、このようなまあ、寺院を作ったと言われています。高さが34メートルあります。そして極めて精緻な彫刻物で知られています。医師とのみだけで作ったと言われています。 で、そのエロラの謎を解くために、三つの地点を選んでみました。ラ・リベラとアクサムと、それからバダミです。これがラ・リベラです。エチオピアです。同じく岩を掘り込んで作ってあります。これがアクサムのオベディスクです。やはり一枚の岩、一つの岩からですね、このような塔を作ったわけですね。これはインドのバダミです。まあ、共通、 点があってますけど、まだ調べてた範囲の中でね、共通性があるというものを選んでみました。で、比較をしています。ラリベラルですね。岩を上からくり抜いて作ったと言われています。で、このリラリベラと、えー、アクサムのオベリクスと比べてみます。これはまあ、いろいろ精査していましたけども、今日は一箇所だけ紹介しますが、それで十分かと思われます。 この頂上と窓の部分を比較してみてください。同じ形だということにお気づきになると思います。いわゆる共通性があるわけですね。そして今度はラリベラとエロラを比較してみます。共に岩を彫り込んで作ってあるという意味で建築の方法がですね同じと考えます。 まあ、向こうに元の岩盤が見えます。向こうの側にね。で、今度はエロラと、えー、バダミを比較してみます。で、これはあの一部分ですけども、えー、バダミの残ってるこの屋根ですね、頂上の屋根と、それからエロラの、まあ、建築物の寺院のですね屋根を見てくださると分かりますが、同じやっぱり。 コンセプトで作られていることがわかります。で、こうして4社を並べてみますと、それぞれが、それぞれに、まあ、共通性を共通点を持っているということですね。で、私はこれらにイコールマークをつけます。まあ、一応、あの、ここを基準にしてます、基準にして、私のナスカ理論で、これら4社がですね、えー、エイリアン、 によって作られたということを証明いたします。まあ、これ、全体像ですけども、まず、エロラからナスカに線を引いてみます。左の方行きますと、ナスカですね、西です。今度は、アクサムからナスカに向かって線を引きます。次に、ラ・リベラから線を引きます。で、バダミからナスカに引きますけども、その線は、えー ラリベラからの線からと重なります。まあ一致するわけですね。で、バダミからナスカに引いた線とラリベラでのエラーはですね、えー、まあ2キロちょっとですね。下の線がバダミとナスカをつないだ線です。で、やや上にあのラリベラが見えますけども、エラーは2.4キロメートルです。で、ナスカで それを検証しています。ナスカ理論の応用です。ここはナスカですね。で、エロラの、これがエロラからの線です。続いて、ラ・リベラとバダミからの線です。この2本は1本の線となり、ここで、カスオロに向かいます。そして、アクサム。ちょっとアクサムの線は小さいんですけども、補助的な線のような感じがします。それから、 見ていただくとわかりますように、これら4社はですね、ここで、まあこういう、こういった形で線が集まってるわけです。で、これを偶然というか、偶然でないというか、それは皆さんの判断にお任せしますが、私は偶然ではないと思います。で、ラリ,リベラからバダミの線、もう一度見てくださいね。これ、ラリベラからの線です。この小さなプラットフォームの上の部分を通り、ランウェイの上を通りますね。 それからこれはアクサムからの線ですけどマアクサムからの線は小さいですね。短くて、いやまあ、細いと言いますか。この線、滑走路の下を通ります。よく見てくださいね。そして、これがエロラからの線です。エロラからの線は非常に大きいですね。立派な滑走路があります。ということは、それだけエロラが重要な地点であったということを示します。そして、まあ、 線がですねこうして4本の線が、まあ、こうした形で、この辺りに集まるということなんです。で、これらが、これが、あーバダン、これエローラですね。ごめんなさい、エローラです。まあ、これを見てですね、まあ、改めて見直してみて、この向こうに我,我々が神と呼ぶ エイリアンが、まあ、活躍していたというふうに考えてもなんだおかしくはないと思います。ということで今日はエロラの謎について迫ってみました。どうもご覧になってくださりありがとうございました。続くナスカリ論をどうかご覧になってください。Thank you very much and see you again. Bye.Hello, this is Hiroshiyashi. Hamama City, Japan. The Nazca Theory by Hiroshi Hayashi. It's my pleasure that I can explain about the Nazca Theory by Hiroshi Hayashi in this footage, with which you can know the secret of ancient history, believe it or not. So please give me 17 minutes in Japanese. 今日は皆さんにナスカ理論とその応用の仕方について話します。 ナスカ理論を知れば皆さんは古代の世界の歴史を知ることができます。信ずるか信じないか、受け入れるか受け入れないかは皆さんの問題です。17分間だけどうか、どうか時間をください。林いろのナスカ理論を説明いたします。上からバーミヤン、ウンコ、リューモン、ラクサンですね。皆さんは これらの遺跡を見て区別がつきますかでは簡単にナスカ理論について説明します。詳しくは私のホームページの方へおいでください。ランウェイには色々な形があります。重要度、距離によって違います。これはプラットフォームですけども、プラットフォームもランウェイになることがあります。古いランウェイは下に行きます。 ランウェイは逆三角形になっていることが多いです。細い線でその方向を示すこともあります。一本の本線で2方向を示すこともあれば、1点を数本の線で示すこともあります。線の出口あたりにはランドマークがあります。では、実際にナスカリ論を応用してみます。 ナスカ、理論。これがバーミヤンです。ユンギャンです。ルーヤンです。ルシャンです。先ほども言いましたように、これら4箇所は同じコンセプトで作られた遺跡ですね。で、空の4箇所からナスカに線を引いてみます。井戸経度は後で 示します。これがバーミアンから来た線ですけども、プラットフォームをきれいに横切ります。これが、ユッ、ンコですね、から来た線です。プラットフォームの右側。そして左側はですね、え、リュウヤン。リュウモンから来た線です。そして、細いですが、この線は、え、落山から来た線です。こうして、 4本の線はこのあたりに集まります。これが龍門ですね。これが真顔、爆光靴です。区別がつきませんね。では、爆光靴からの線を引いてみます。この線は古,く古いし、それから長いですね。そして、左の上から来ているのが、 これが龍門ですね。2本ありますね、龍門は。このように2本あることもあります。で、空の位置関係を調べてみますと、バーミヤン、バッコウクツ、そしてユンギャン、ウンコウはほぼ一直線上にあります。次に大線量を調べてみます。まっすぐ 大線量はサーペントマウンドを示しています。カホフキア、サーペントマウンド、ワシントン DC ですね。これら4箇所は密接に関係し合っています。これが大線量から引いてきた線です。細い線ですけども、細い線の上側ですね。で、これがカホフキアから来た線で、引いてきた線です。そして、これが サーペントマウンドから引いてきた線です。そしてこれがワシントン DC から引いてきた線です。場所が先に決まっていたということですよ。誤解しないでくださいね。そしてこれら4箇所はほぼ同じプラットフォームといいますか、等間隔にプラットフォームで並んでいるのがわかります。そしてサーペントマウンドですけども、その途中にとますか、出口のところにヘビのマークがあります。逆三角形になっているのは 出発点に立つと、ちょうど、なんて言いますか、四角に見えるからなんですね。このように、サーペント、すなわちヘビということなんですよね。そして、ブライス・インタグリオス、カフキア・マウンド、サーペント・マウンドは、新一直線に並んでいます。その先に、ワシントン DC がありますが、ワシントン DC は大きな街ですから、どこに点を取っていいかわかりません。で、この、大線量は、 右上からの線はサーペントマウンドから引いてきた線です。サーペントマウンドからの引いてきた線は大線量を横切ります。次にギザのピラミッドとイースター島をつないでみます。私はいつもナンバー2のピラミッドとつないでいます。その途中にナスカがあります。 ギザ、イースター島をつなぐ線は、ここに見つかります。このプラッタランウェイはですね、両方向に、両方向を示すランウェイであるということです。右上,上行けばギザ、そして左下行けばイースター島となります。出口の方が広くなっていることに注意してください。上の方からやってきて、ほんのわずかだけずれますが、 原因はわかりません。これが今言いました座標の点ですね。そしてこの線をずっと下へ行きますと、だん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 細くなっていきますね。イースタートに近づけば細くなって、またイースタートの出口の、この線の出口に行きますと、また広くなっていきます。出口を広くしているのがナスカのランウェイの特徴です。ご自身でご確認ください。 ただ途中で一箇所、今丸のところでエラーが出ます。ほんのわずかです。見た感じではわかりません。次に、今度は、えー、ルンビニと、てかラホール、アテネ。ラホールはやや上の方にずれますが、アテネをつないでみます。ルンビニとアテネをつなぎますと、その途中の近くに出ますから、ラホールがあるということです。ガンダーラ美術の 中心地ですね。実際の地図で見てみますと、ルンビニ、ラホール。そしてその直線はアテネをまっすぐと横切り。そして、ナスカへとやっていきます。スパルダも通りますよ。あっと、オリンピアだったかな。ごめんなさい。そして、あの、この直線はここにやってきます。あその前にあの、これがあの、 ヘーバヨですね。テラコタアミですね。シーガンの近く、30キロ、東にあります。シーガンの、テラコタアミの直線は2本あります。その線と点のところで重なって、先ほどルンビニからアテネを通ってきた線は、ここを通ります。ルンビニ、ラホール、アテネを通った線は、ここに、ここで交わります。ここで交わって、2箇所で交わるということですね。左下は、プラットフォームです。すなわち、これらの、例えば、ラホール、それからアテネ、 テラコタアミは同一エリアによって作られたということになります。ご覧ください。もう一度見てください。これらは同じエリアによって作られたということがナスカリ論によって証明できます。また、これら4箇所はそれぞれ関連し合っているということがナスカリ論によって証明できます。それから、リュウヨン、マガオ、 これらは全く同じコンセプトで同じエイリアンに作られたことが証明できます。そして、エジプト、イースタートをつないだ線がナスカにあるということは、同じエイリアンによって作られたことを意味します。それから、この3つの世界を代表する像ですけども、これらも同じエイリアンが関与していたことを、これでナスカ理論によって説明されます。ガンダーラ、ギリシャ彫刻、そして、 平和用ですね。これらは皆同じエイリアンが関与して作っています。ナスカ理論を利用しますと、このように古代の謎を解くことができるのみだけではありません。簡単にナスカ理論について説明しておきます。 ナスカの直線についてですね、あの線が滑走路説であるという話はシッチンの時代からありましたけども、それを具体的に証明したのは林博士が初めてです。ランウェイには色々な形があります。長方形に近いもの。これはプラットフォームとしても機能しました。細い線のもの。これは、特にこの縦の線はポポカティペティへ行く線です。教授若のそばのね。 それから逆三角形になっているのもあります。これは出発点に立ちますと四角く見えるからです。細い線が集まって一方向を示すことがあります。裏ウウン山がそうです。右のように両方向へ行くプラットフォーム、ランウェイはなすから2カ所あります。1カ所は先ほど、えー、皆さんにお見せいたしました。これは先ほど言いました。右行くとギザ、左行くとイースター島というランウェイです。途中で中間で狭くなって両方で出口が開いています。 出口が開いてますね。そして細くなって、え、離陸点でまた広くなっています。そして、まあ、両方行く、行となんていう、当然ですよね。ギザとイースターとの間にナスカが作られました。そしてこのプラットフォームについてはですね、場所をしっかりと示すために黒い点が見えることがあります。これはマウンド、マウンドです。このようなマウンドが作ってあります。 位置を、方向を正確に示すためです。そして、一つのプラットフォームから何本ものランウェイが、滑走路が走ることがあります。それぞれ関連し合っていますね。先ほどお見せしましたプラットフォームは、平和用と、それからアテネを同時に示しています。このように一つのプラットフォームが示すことがあります。それから、広いの、狭いの、 短いの長いのの長があります人間にとって重要,度重要性があってもエイリアにとってはそうでないということもありますから、えー、その人間の判断するのは間違ってますこの細い線なんかはあの細いですね、まあ、細,い細いから細いわけです手から、まあ、いろんな線があります先ほど言いましたようにこれはポポカティ・ペティそれに横線はエジプトのイドフェへ向かいます ポポカティピティとテオテワンの距離は今お見せしました。これがポポカティピティですね。生産中の生産ということになります。この直線、ポポカティピティから線を引きますと、ナスカのこのグランドクラスの縦線をまっすぐと割ります。細い線がいくつか集まって方向を示すことがあります。非常に重要な 拠点に行くときにはこの方法を使います。平和用は、あの、たくさん細かい線が集まってますし、それから古い、まあ遺跡へは当然、新しい遺跡と古い遺跡の場合は、あの、古い遺跡の方が当然下に行きます。これを利用すれば、どちらの遺跡が古いかということを判断することができます。 これはサーペントマウンドから引いてきた線ですけども、例えば、どのように見えるか皆さんに見てもらいたいと思います。逆三角形でしたね。そして出発点に立ちますと、このように長方形に見えます。上から見るとね、逆三角形ですけども、出発点に立ちますと、 こういう風うに見えるわけです。ですから逆三角形になっています。そしてさらに方向を正確に示すために真ん中にちょんとあるところ、点があるところ、それから両側が方向を示すことがあります。例えばこれはアジャンタ、イ,あのインドのアジ,ャンタアジャンタから引いてきた線です。これは平和用から引いてきた線です。あのちょうど出口のところにちょっとその黒い点があることに注意してください。マウンドがあるんですね。こうして方向をしっかりと示しています。 左がリオも右がウンコウです。この二つは皆さん区別つかないと思いますよ。なぜならば同じエイリアンが同時期に作ったと考えられるからです。ラウェイがその証拠ということになります。こうしてナスカリ論を応用しますと古代の遺跡の謎が次々と解けていきます。左がカホフキや右がサーペントマウンドです。細い線が今度は集合して 平行して走って一方向を示すことがあります。ウラウン山ですね。ウラウン山は極めて重要な、まあ近くのボルネオのキナバルと並んで拠点であったことは間違いありません。そしてこのランウェは先ほども示しましたように右へ行けばギザ、左へ行けばイースター島となります。こうした両方向を示すランウェはナスカには2箇所あります。あるいは一つの視点を示すのに えー、二つのランウェイがあることがあります。長い年月をかけた場合ですね。右二つとも、この日本は平和用を示しています。左の方がややずれます。そして、か、遺跡はそれぞれ関連し合っています。アテネ育選の選とそれから今言いましたように重なっていますね。これはテラコッタアーミー育選です。左下から来たのが、これが、 ギリシャ、ガンダーラ行く直線です。ランウェイです。ユタヤはこのパラットフォームをまっすぐと横切っていきます。そして延長線の先で、あの、その関連性を示すこともあります。バーミアンと、それからリューモン。リューモンの線は一回途切れますけども、延長してみますと同じプラットフォームの同じマウンドにやってくるのがわかります。真ん中にちょんとした点が見えるのわかりますね。 ですから、バーミヤンとリュウモンとも関係していることはこれでわかります。バーミヤン、バックオークツもそうです。バックオークツもし延長して、ますと、あの、重なります。ここで重なります。それから、出口のところには当然、ランドマークがあります。文字を、エイリアンたちは文字を持たなかったか、あるいは、エイリアンたちにもいろんな種類がいて、文字での伝達ができなかったことも考えられます。 サーペントすなわちヘビですね。これはパレンケから引いてきた線ですけども、ここにハミングバードがあります。ハチドリです。ハチドリといえばメキシコ。メキシコといえばハチドリということになります。このようにラスカリ論を使えば古代の世界の歴史を解明することができます。以上すべて林博が発見したことです。どなたも流用転用。 応用はできませんのでご注意ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is h i r o s h a y a Shihama m a s e Japan.Japan is a land for gods.I say Japan in Nazca. 日本は神々の国だった。ナスカの中の日本。 It's my pleasure that I can prove what I'm saying here is correct and true with evidence. そのことを証拠を添えてこのビデオの中で証明いたします。まさに日本は神々の国であった。その証拠がナスカ平原に残っていました。私のことを疑う前にどうか続くビデオをご覧ください。 あなたも私の言っていることに納得するはずです。日本列島を示す地上絵があり、その横には2本の滑走路が走っていました。1本は日本の桜島、もう1本は日本の富士山です。位置も一致しています。どうかご覧ください。Thank you. ハロ l l this is Hiroshima c i t Japan.Japan was a land for gods.Evidence and proof on Nazca Theory. 日本は神々の国だった。ナスカ理論による証拠と証明です。私はこのビデオの中でですね、日本という国がですね、神々の国であった。今もそうだということを皆さんにお伝えしたいと思います。 馬鹿げてるというふうにね、あの、言う前に、10分だけ時間をください。これがナスカです。ナスカ、まあ、平原といいますか、高原ですよね。このナスカ高原の、平原のですね、一角に、滑走路があります。この滑走路です。 緯度経度はここに示しておきますから、皆さんご自身でご確認ください。これが桜島です。鹿児島湾の中にあります。これが富士山です。このあ鹿児島の桜島と富士山から線を引いてみます。ブルーの線は桜島から引いてきた線です。上の黄色い線は、 富士山から引いてきた線ですこうして2本の線が並びますけれどもここに奇妙な絵がありますこれをぐるっと回転してみます半時計回りに回転してみますこういう形になります この形と日本列島の地図と比べてみます。北海道と四国を取ります。その理由は後で話します。そしてこの形を比べてみますと、一見雑なように見えますけども、正確に日本列島の本州を表していることがわかります。そしてこの緑の線は、 富士山から引いてきた線です。そしてこのナスカの標識とここで重なります。その位置はちょうど地図の中における富士山の位置と一致します。橋と橋をつないで、そして富士山のあるところをつないでいます。すなわち富士山からの緑の線、左のですね、ナスカの線は正確に日本列島の中の富士山の位置を示していることになります。 ではこの赤い部分は九州なんでしょうかそれともそうではないのでしょうかその答えは実は前方後円墳にありましたこれは前方後円墳と呼ばれていますでは前方後円墳がどういう意味を持つのか皆さんにお話ししたいと思いますが。 林哲也さんがですね、えー、掲示板の中に、全、え、母、ー、後円墳とですね、アフラマザーのがですね、真剣、すなわち王権ですね、いわゆる渡すその輪とリボンのついた輪に似てるということを教えてくださいました。これがアフラマザーの輪と、それからリボンですね、リボンあー・リングというふうに表現されています。そしてこれは シンボルオブキングシップというふうに英語では書いています。王権ですね、えー。いわゆる地球、地上のですね、統治権を人間に渡すときに、これをまあシンボルとしてアフラマザー、神々は人間に渡していました。アフラマザーが渡しているところです。丸い輪にリボンがついているところに注意してください。丸い輪にリボンがついてますね。これが 王権なんですねで日本のしめ縄はその形をかたどったものだと考えられますそしてそれが現在に残っているわけですね丸い輪にリボン短冊ということになりますね比べてみてくださいこれでなぜ日本にしめ縄があり なぜ日本に前方後円墳があるかということをがですね、皆さんにも分かっていただけると思う、いただけたと思います。そしてそれはですね、マヤ、それからインカにも同じものが残っている、残っています。丸い輪にリボン、短冊ですね。そして今日は紹介しませんでしたけども、エジプトでも同じものが見つかりました。 こうして並べてみてください。丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、世界中で見つかっています。すなわち、これが神がですね、人間に渡した王権の象徴ということになります。ここは神々の、これは神々の紋章であるという意味なんですね。そしてその紋章をですね、神々は日本ランドの上に直接描きました。 空から見えるように、宇宙から見えるように、そのマークを置いたわけであります。それが前方後円墳ということになります。すなわち、この土地は神々の土地であるぞということを内外にこういう形で示したわけであります。すなわち、前方後円墳というのはですね、この土地は神に属する土地であるということを示したわけです。検証してみます。 前方後円墳というのはですね、全国で706箇所、えー、登録されています。まあ、全部を紹介しきりませんでしたけれども、その706の前方後円墳、他にもいろんな古墳がありますよ。小さな円墳も入れればもう無数にあるわけですけれども、この前方後円墳がですね、あるところを調べてみますと、本州に623。そして九州に70。 四国にも少しあります。それはあの、瀬戸内海沿いにあるわけですね。13個あります。数は、あの、まあそういうことですね。合計で706カ所で前方後円墳が登録されています。なあち、前方後円墳がある土地は本州と九州だけというふうに考えていいわけですね。四国にも少しありますが。となると、神々は 神々の都市として選んだのは本州と九州ということになります。ですから、ナスカの標識には本州と九州が描かれているということになります。となると、下の左下のですね、この、まあ、グリーンで示したあ場所はですね、九州ということになります。九州はまさに大きさから比べても、まさに神々の、えー、島であったということが、これでよくわかります。結論から言いますと、 このナスカの表、えー、に書かれたこの絵はですね、まさに日本の土地、日本ランドを示しているということです。日本ランド、すなわち本州と九州を示しているということです。そして、えー、本州と九州がですね、まあ、だ,だから前方後円墳は本州と九州、まあ四国ではありますけども、に見られるということです。そして同時にですね、 こうしたランドマークがあること自体がですね、もう一度あの富士山の線を見てください。こと自体が日本がですね、神々の国であるという証拠になります。いかがですかこれが私が皆さんにお見せできる証拠と証明です。Thank you very much for watching and see you again next time. b y e h e l l o This is Hiroshi Hayashi, and in this footage, I would like to talk about the n a s c a theory. In Japanese, 皆さん、こんにちは。今日は、ナスカ理論の応用の仕方といいますかね。ナスカ理論をどのように使うかということについて話したいと思います。皆さんは、この事実を知れば、ナスカ理論の正しさとその応用の仕方をあ 知られる、お知りになると思います。まあ、これはバーミアン、ユンギャン、それからラクサンですね。それからリュウモン。この4箇所を選んでみます。そして、ナスカに線を引いてみます。で、バーミアンの線はですね、まあ、あの、綺麗なプラットフォームがここで見つかります。経度、緯度は後で示しておりますからご覧ください。で、ここで、今度上からですね、今度はユンギャン、ウンコウからですね。ウンコウからの線をここに引いてみます。まあ、この、それとこの線が見つかるわけですね。そして、この、 龍門の線もですね、あの、同じランウェイに見つかります。そしてここに落山があります。落山からのラインもあります。で、こうした線がですね、この辺りに集中しているとい,いうことですね。ここが大切なところなんです。で、ここの緯度、経度は示しておきますから、皆さんもご自身で、それぞれの視点から線を引いてください。で、これが、 リュ,リュウヤンですね。もう一回あの竜炎、竜炎っていうのは二箇所ある、二本あるんですね。下があの、伐クツです。トンコーの伐クツです、えー。大変この、なってますか。 作り方は似ているというか、まあ、白、まあ、私ね、まあ、白って言った人ですけども、あまり詳しくない方が見られましたらあ、あの、区別はつかないと思いますよ。で、下の方にまっすぐ伸びて、この、トンコの爆童骨の線は細くて長いです。それだけ、まあ、あの、古くて、重要、重大だ、重要だったってことですね。そして、竜ーの線と、ここで交わります。 ここで、まあ、あの、ですから、トンコバックオークスとからリュウモンから線を引いてみてください。そしてですね、ここが、あの、ナスカリ論の正しさの証明するところなんです。えー、バーミアン、マガオ、ヨンギャンは一直線に並びます。マガオでややエラーが出ますが、まあ、許容範囲と言いますか、ご覧になった通りです。 これは大占領マウンドです。カウフィアマウンド。真ん中の中央を見てくださいね。それからサーペントマウンド。これは3つはマウンドです。そしてワシントン DC ですね。ワシントン DC につきましては、古代の遺跡の上に建てられたと考えられます。そしてこれらをですね、線を引いてますと、この線が、 あのー、今言いました。大線量から来た線ですね。それから赤い線です。この大線量の線はね、非常に細くて長いんですね。本当に細い線ですから、この線の下側を通ってくださいね。そしてこの線は、えー サーペントマウンド。同じマウンドですね。えー、大西洋マウント、サーペントマウンド。そして、えー、これがですね、あの、ワシントン DC から来てる線なんです。で、ここで切れるんですけどね。これで、まあ、ワシントン DC は何らかの関係があったと私は見るわけです。そしてですね、ここを中央を見てください。サーペントマウンドと、えー、から、この黄色い線ですね。この黄色い線のところを見てください。ここに絵が描かれています。ここに、まあ、 ヘビの絵が描かれてるんですね。これはあの、螺旋ということになってますけど、何度も言いますけど、これはヘビの模様です。すなわち、道し、道ベるって言いますかね、ランドマークになってるわけです。これをまっすぐ行くと、ああ、ってことなんですね。エイリアンたちはあの、上下、左右、上下のない乗り物乗ってますから、あの、別に逆さまになっても飛んでも平気なんですよ。で、カホーキア、ブライス・インタグリウス、カホーキア、サーペットマウンド、ワシントン DC は一直線に並んでいます。 あの、ワシントン DC の点の取り方はもちろん難しい大きな町ですから、あの、情報の方、北方の方です。で、これがあの、大占領ですねで。サーペントマウンドから線を引きますと、大占領をまっすぐに、まあ、縦に割ります。まあ、このようにあ、4箇所、5箇所ですかは密接に関連しているということです。次に、今度はあ、ギザのピラミッドと、それからイーサートをつなぎます。その新直線下にナスカがあります。 で、ナスカにも、そのギザのピラミッドとイースタートを示すちゃんと直線があるんですね。これがまた絶妙なところですよ。で、ちょっとお見せしますけど、まあ、てかちょっと見にくいんですけどもね、これあの、あの、続くビデオの中ではあの、コードを通して皆さんに説明してますけども、これがあの、今言いましたギザとイースタートをつなぐ線です。で、出発点の方が幅が短いがというか、滑走路は広,広くなっていることに注意してくださいよ。 それから、これは珍しいケースですね。一本の滑走路で両方の方向を示しているということです。まあ、井経路、この星のところの井戸経路はここに示しておきます。それでですね、これがあのギザから来た線ですけども、拡大してみました。で、ずっと左の下の方へ走っていきます。そして、途中で、陰州、隠居のね、あの、ありまして、その隠居の、その線の上には陰居のランドマークがあります。まだこれ未発見だと思いますよ。 私が発見しました。あの、どんな方にも、ね、乗っていません。それからこれが、あの、下の方行きますと、えー、イースタードへ行きます。このように一本の滑走路で両方向にします。ここでね、真ん中のところで少しエラーが出ます。で、あの、折れ曲がっていると見たらいいのか、エラーなのかわかりません。で、これが、まあ、まあ、もう一本新しい線ですけど、これがルンビニ、釈迦の生まれ育ったルンビニです。そしてこれが最近発掘されました、えー、左下がですね、ナスカのピラミッド。そして、ラホール。 ガンダービーズの中心地ですね。それからアテネ。ギリシャ彫刻の中心地です。こうして一直線に並んでいます。そしてこの直線がですね、今、ルンビニからラホールいや。ラホールでややエラーが出ます。しかしこのピンクの線が今言った線です。ラホール。ルンビニ、ラホール。それから、その他にもありますけども、これがアテネやってきます。この線がアテネとやってくるわけです。で、アテネから今度は ずっと伸ばしまして、ナスカへやってきます。そうしますとナスカにはですね、平和洋から来てる線が2本あります。もう1本あるんですけどもね。まあ、あの、まあ、はっきりしてるのはこの2本です。 この、これはもう、この滑走路真ん中で横切ります。そして左の滑走路はですね、細い滑走路ですけど、滑走路の向かって右側を横切ります。そしてこの横線が、今示した線が、これがルンビニ、ラホール、アテネから来てる線です。そしてですね、これらの線がそれぞれの場所で交わります。ということは、同じ滑走路から両方の文明に線が伸びているってことなんですよね。で、これが、まあ今言った、 縦線がテラコターミから来てる線です。そして斜めの横の線がですね、これがルンビニ、ラホール、アテネから来てる線です。そしてここで交わってるってことですね。今のあの、ルンビニ、アテネ、ラホールの線はですね、滑走路の下側を通ります。これがまあ4つの線ですけど、まあ、 は、同じエイリアンによって作られたと。まあ、ワシントン DC はね、もう遺跡が残ってませんので分かりませんけども、残っているはずです。で、これらの3つは同じエイリアンが作ったということです。そして、リオも、まあ、バックを靴も同じエイリアンが作ったということです。ですから、区別がつかないでしょ それから、ギザのピラミッド、セカリスター等も同じエイリアンが同じ時代に作ったということですね。そして、ガンダラビリツ、ギリシャ彫刻、そして、平培養の兵士はみんな同じエイリアンが絡んで同じ、同じエイリアンが作ったということになります。これがナスカリ論の応用で証明できるわけです。まあ、林宏のナスカリ論続くビデオの中では、ナスカリ論についての基本的な知識を皆さんにお話したいと思います。 n a s c a はこのようにそれぞれの線がそれぞれの重要拠点を示しているということです。Thank you very much and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a s u de j a p a n n a s c a Theory by h i r o s h i h a y a s h i n a s c a 理論 n a s c a とは何か 皆さんにぜひ一度はご覧いただきたい動画です。よろしくお願いします。ナスカ理論。まずナスカにはいろんなランウェイがあります。これをランウェイ1、ランウェイ2としておきます。これランウェイ1ですね。長方形もしくは四角ばったランウェイです。 そして長い線のランウェイそして三角形の逆三角形のランウェイですねその他にもまあいろいろ分けられますけども細い線が集まったランウェイもありますし両方が離陸点になっているランウェイもありますこれは細い線が集まったランウェイです重要な拠点に行くときにはこのランウェイを使いますそれからタイプ5ですね、えー、長いランウェイ ですけどもこれは両方が A と B が離陸点になっていますで A の方を見てくださいラッパのように広がってますねそして B の方に近づきにつけて一度細くなってそして B のところでまた広がっていますこれは離陸点が2つあるという意味なんですね右へ行けばギザーエジプトですイースタート左へ行けばイースタートです当然ですね ナスカはギザとイーサーと結んだ線の上にありますそしてこの四角いランウェイにはこうした点がよく見られます。これは位置を正確に決めるために置かれたマウンドなんですね。あれは石積みのところもあります。このようにまあ位置をしっかりと決めるために、方向をしっかりと決めるためにこのようなマウンドを作ったり石を置いたりします。そして一つののラランンウウェェイイから別のランウェイに、あのー 示すこういう場合は、それぞれの遺跡に関連性があるということなんです。その例を後で具体的にお見せいたします。一つのランウェイから、また別のランウェイが出ていくということですね。これも後で具体的に例をお見せいたします。それから広いのと狭いの、それから短いの、長いのとありますけども、あの広くて長いのは重要な拠点です。でこれがそうなんですね。中央にあります。グランドクロスと呼んでますけども、 それからこの横にも細いのがありますね。ですから細いから重要でないということもないんですよ長い。長くて正確に遠方の場合は長くて細いので正確に距離を示します。それから短いの長いのありますが、こうやって一つの例をお見せいたします。えー、ティオティワカンのすぐそばにですね、えー、この辺りで最高峰のポポカテペティという火山があります。 向こう側ですね、噴火しております。この中央には怪しげなが穴がありますが、この、えー、ポポカティペティからラインを引いています。これが寸分たがわず、この中央の、えー、グランドクロスの縦線と交わるんですよ。皆さんも一度引いてみてください。両手を和感だとほんのわずかですけど、見た目にはわかりませんけども、エラーが出ます。 そして細かいライ,ライン、ライン、ランウェイがいっぱい集まっているところがあります。これは私一本一本精査したんですけども、この辺りにもありますね。これは万里の頂上へ行くそれぞれのラインが集まっているところなんです。それから古いランウェイと新しいランウェイがあります。当然、下にあるのは古い遺跡へのランウェイ、上にあるのが新しいあ 遺跡へのランウェイと考えてくださいこれを使いますと遺跡がどちらがフ古いかが簡単に判断できますじゃあなぜ逆三角形があるかということなんですよねランウェイには逆三角形のものが多いですねなぜか理由は簡単なんですねこの出発線に立ってみてくださいだん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 ん視点を下ろしていきますどのように見えるか皆さん自身の目でご確認くださいどんどん降りていきますそして遠方の方を見てみますとご覧になっているように長方形に見えるんですね いわゆるまあ逆三角形ではなくて長方形に見えるわけです。このようにして遠くもしっかりと見えるようにするためにエイリアンたちはまあこういう方法を使ったわけですね。そそれからランウェイのその 方向をです、ね、正確に示すために、これはアジャンターから来たラ,インランウェイです。アジャンターの洞窟ですね。ご覧ください。ここのところ、井戸経度を示しておきますから、アジャンターから引いてみてください。これは平和洋ですね。シアンの西3 0キロにある平和洋から引いてきた線ですけども、やはりここにちょんとした印がついています。そしてこれは龍門です。一つのランウェイが2つの方向を示すときがあります。運光と龍門です。 この一つのランウェイですね。ですから、運行と流門は同じエリアによって制作された。すなわち、見分けがつかないということです。同じような例が、例えば、ここにもあります。カウキアンマウンドですね。それから、サーペントマウンドがあります。この カオキアマウンド、サーペントマウンド、それからあブライスのインタグリオスは一直線、真一直線上に並んでいます。それからいっぱい線が並んでいる。これを先ほどちょっと説明しましたけども、重要な、最重要な拠点に行くときにはこの方法を使います。この辺りの線はですね、あの非常にあの重要な拠点に行く火山を示す線が多いんですよ。で、これがあ今言いましたように、マウント、グラブン山行く線です。そして先ほど説明しましたが、あ 私が知る限り、これ、1本しかありませんけれども、両方の方向を示すラーウェイもあります。これは右へ行けばギザ、左へ行けばイースター島です。 そして、重要な拠点を示すときには、二つ、二方向、あるいは三方向、それからカラクルムのように四方向、四本の線が見つかることもあります。両方ともこれは平和用へ行く線です。右の方が新しいラインだと思います。そして、それと関連のあるこの線がですね、アテネ、それからラホール通って、いくわけですね。 なわち、これら3つはですね、彫刻で共通性があります。なわち、これらの共通彫刻はエイリンが関与したてという、この証拠にもなるわけですね。必要十分条件、必要条件になるわけです。今言いましたように、これがアユタヤ。この,あの横の線はアユタヤでアユで、アユタヤでも彫刻が有名ですね。よく知られております。細かい精緻な彫刻ですね。それからランウェイを、長く線を引っ張りますと、一点に集まることがあります。右上から来るのがバーミヤン。 それから、流門、その上に、運門、運行ですね、間違いです、運行です。これは一点で、ここで集まります。このように、関連性のあるランウェイは、というか、異石系のランウェイは集中する。 傾向にありますこれがバックオークスですね。バーミヤンの線を直し延長しますと、バックオークス、すなわちトンコーからの線と、ここで重なります。このようにまあ関連線があるとこ。そして、ランウェイの出口のところには、絵文字って言いますかね。絵による標識があります。これはサーペントマウントから来ている線ですけども、出口のところに蛇のマークが書いてあります。こうした例は次のビデオの中でさらに詳しくご紹介いたしますので、見てください。これはパレンケから来ている線ですね。その右のところに、 え、二百数十メートル離れたところに、ここに八ドルの絵があります。パレンケ、メキシコといえば、八ドル、八ドルといえば、メキシコなんですよね。このように、いろんな線が重なって、あそして、それぞれの特徴があります。この,この辺り、ちょうど中央辺りはああの大きな石ですね。ということです。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hallo! This is HiroshiHayashi. Hamama City, Japan. Today's story is about the story of landmarks in Nazca, Peru. Geographies in Nazca. Most of you always wonder what these landmarks are in Nazca. And here I can give you, and I promise you, to give you the answer of these geographies in Nazca. Okay, these are sort of the pictures, sort of line pictures in NASCAR. And you will know the answer at the end of this video. This is Mount Ulawan, the most major important alien footfall on the Earth. And this line comes from Mount Ulawan. The line runs over this runway like this way. And you can see a very small, uh, strange uh, picture here. And what do you think this is? This is a mountain. See, so this runway, this runway is a runway to go to Mount Oroon, Palenque, Mexico. This is Palenque, Mexico, and this line comes from Palenque, and the line go goes along the edge of the. Runway like this way. Now you see, this is the line from Palenque, and you see a very beautiful, well known bird here. Here. Now you know what this is. This is a hummingbird. Hummingbird is a bird in Mexico. So this runway shows the direction to Palenque, Mexico, and Serpent Mount, USA. Now I draw a line from Serpent Mound to Nazca and you, fi you can find a beautiful runway too here. This line comes from the Serpent Mound, right? Make sure by yourself. Okay, here you can see another line picture. Geoglyphics. And what do you think this is? Of course, this is a serpent. A snake. Scrolling snake. And you can see a head here. This is a head, right? So, this line uh, is a line to Palenque and Caliculum. Kingdom of Snake. Kingdom of Snake. Or Kingdom of Serpent. The name of the kings are uh, Serpent King or Great King. Uh, so a uh, 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 Scoring Serpent or a uh, Great King. Anyway, this is a line from uh, Calculum. Okay here you can see also another serpent here because this line comes from calakrum Kingdom snake see here is a snake big snake another one so this uh, indicate that this line will take you to calakrum, Mexico and issue in inkyo in japanese china this line comes from Inshu Inkyo, China. And you see how it runs along with along the edge of the runway. And you can see a picture here. I don't think anybody has realized this yet. This is which, uh, what I found. See? See? This is also line picture on the Nazca, you can see this uh, cap decoration for uh, ancient uh, Chinese people. See, and see. So this line picture in Nazca shows the sort of uh, a uh, cap decoration for Chinese people in ancient China. Mount Uram again. This is Mount Uram again. And Nazca, and also you can find a uh, beautiful another pl uh, runway in uh, Urum. There are dozens, uh, a dozen of uh, runway in Nazca to Urum because Urum is a major, very important foothold alien for aliens. This is a mound, okay? Two mounds, and here you can find another line picture. Here a spider. Can you see a spider here? Yes, this is a poisonous, very poisonous spider in uh, uh, Papua New Guinea. So, uh, this runway, uh, this uh, uh, spider shows that this runway will take you to Mount Urawan. Also, at the edge of, uh, end of the uh, at the end of the runway, you can find another bird. They say this is a uh, Condor. No, this is not a condor. This is a. Have a look at this as a condor. Okay, different type of bird. Who says this is a condor? Okay, have a look at the tail tail feathers. Right, this is. I what I want to tell you. This is not a condor. Then you may ask me where this uh, bird come from. It comes from. I'll show you this line from Ulam Mount Uram, very important uh, major footfall in uh, Papua New Guinea, and this green line shows a line from uh, Saladi pasa uh, Chile. Another major football for aliens. So it's us says these birds from Papua New Guinea. They got longer, longer. Uh, Tails. Alright? So, that is not condor. Okay, have a look at these uh, line pictures. Can you see Chinese uh, uh, cap decorations here? No, because that is what I found. Okay? Thank you very much for watching, and now you see what these are aliens on the earth, uh, humanoids who can't read or read. They don't, they don't use letters and they uh, use a sort of a picture landmarks and this is why they need such landmarks. Right? Thank you very much for watching and I hope you know or you understand what these are. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Bye. This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about the story of landmarks in Nazca, Pelu. Geographies in Nazca. Most of you always wonder what these landmarks are in Nazca. And here I can give you, and I promise you, to give you the answer of these. Geographic in Nazca. Okay, these are some sort of land pictures, uh, so sort of line pictures in Nazca, and you will know the answer at the end of this video. This is Mount Ulawan, the most major important alien's footfall on the earth, and this line comes from Mount Ulawan. The line runs over this runway like this way. And you can see a very small, uh, strange uh, picture here. And what do you think this is? This is a mountain. See, so this runway, this runway is a runway to go to Mount Oroon, Palenque, Mexico. This is Palenque, Mexico, and this line comes from Palenque. And the line "Go" goes along the edge of the runway like this way. Now you see this is the line from Palenque, and you see a very beautiful well-known bird here here. Now you know what this is. This is a hummingbird. Hummingbird is a bird in Mexico. So this runway shows the direction to Palenque, Mexico, and Serpent Mound, USA. Now I draw a line from Serpent Mound to Nazca, and you, you can find a beautiful runway too here. This line comes from the Serpent Mound, right? Make sure by yourself. Okay, here you can see another line picture geoglyphist and what do you think this is of course this is a serpent a snake scurrying snake and you can see a head here this is a head right so this line uh, is a line to palenque and caliculum kingdom snake kingdom of snake or kingdom of serpent the name of the kings are serpent king, a great king, a uh, so great uh, serpent, uh, uh, scoring serpent, or a great king. Anyway, this is a line from Kalakulum. Uh, okay, here you can o see also another serpent here, because this line comes from Kalakrum, Kingdom Snake. See, here is a snake, big snake, another one. So this. Uh, indicate that this line will take you to Calakrum, Mexico and Inshu, Inkyo in Japanese China. This line comes from Inshu, Inkyo, China and you see how it runs along with along the edge of the runway and you can see a picture here I don't think anybody has realized this yet. This is which uh, what I found, see, see. This is also line picture on the Nazca. You can see this uh, cap decoration for uh, ancient uh, Chinese people. See, and see. So this line picture in Nazca shows the sort of a, a line. Cap decoration for Chinese people in ancient China. Mount Urum again. This is Mount Urum again. And Nazca. And also, you can find a uh, beautiful another uh, runway in uh, Urum. There are dozens, uh, a dozen of uh, runway in Nazca to Urum because Urum is a major, very important footfall alien for aliens. This is a mound, okay? Two mounds. And here you can find another line picture. Here, a spider. Can you see a spider here? Yes, this is a poisonous, very poisonous spider in uh, uh, Papua New Guinea. So, uh, this runway. Uh, this uh, uh, spider shows that this runway will take you to Mount Urawan. Also, at the edge of uh, end of the uh, at the end of the runway, you can find another bird. They say this is a condor. No, this is not a condor. This is a. Have a look at this as a condor. Okay, different type of bird. Who says this is a condor? Okay, have a look at the tail, tail feathers. Right? This is, is what I want to tell you. This is not a condor. Then you may ask me where this uh, bird come from. It comes from. I'll show you. This line from Ulam, Mount Ulam, very important uh, major footfall. Papua New Guinea, and this green line shows a line from uh, Salado Coypasa, uh, Chile. Another major football for aliens. So it's us, says these birds from Papua New Guinea. They got longer, longer uh, tails. All right. So that is not condole. Okay, have a look at these uh, line pictures. Can you see Chinese uh, uh, cap decorations here? No, because that is what I found. Okay, thank you very much for watching, and now you see what these are aliens on the earth, are humanoids who can't read or they don't, they don't use letters, and they uh, use a sort of a picture landmarks. And this is why they need such landmarks, right? Thank you very much for watching and I hope you know I understand what these are. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Bye.